最後までひょうひょうとした姿は変わらなかった。楽天ゴールデンイーグルスとの競合の末に広島東洋カープからドラフト1位指名を受けた大山学院大の常広は花りと常廣隼人は,やとは学生野球最後の試合に敗れても涙は流さず閉会式では晴れやかな表情さえ浮かべた。11月20日に行われた明治神宮大会大学の部決勝。 秋の大学日本一を争う舞台で慶応義塾大と対戦し、史上5校目6回目の大学タイトル4巻、春、秋それぞれのリーグ戦、全国大会で優勝することを目指した大山学院大だったが、0対2で敗れ準優勝に終わった。共にチームをけん引し、阪神タイガースから単独ドラフト1位を受けた下村海長は2番手で登板し、決勝点を支給で献上、悔し涙を流した。 一方、8回の下村の乱調後に登板して広瀬竜太、ソフトバンク2位指名、の義飛のみに抑えた常廣は対照的だった。できればファウルにしたかった球でした、と広瀬へ投じた1球はやや悔やみながらも、試合後に涙がなかったことを問われると、泣けるかと思ったんですけど、やり残したことはなかったのでやっと終わったな、と思いました、と淡々と振り返った。前日の準決勝。 富士大戦では6安打3失点の関東勝利で142玉を投げており、142玉、ふん、の疲労がありました、とはにかみながらも、9回表も無失点に抑え、最後の打者を抑えた際も表情を変えず普段通りにベンチへ戻った。勝気でいたので、学生野球、最後だとは思わず、チャンスになれば回ってくる打順で、ヒットを打ってやろうと思いました、と振り返る。 クールにも見えるが茶目っ気も垣いま見えるようなマイペースな受け答えもまた、いつもと変わらない光景だった。それでも、うちに秘めた闘志は熱いものがある、と分析しているのは、担当の広島、高山健一スカウトだ。スカウトが絶賛、どこが相手でも打たれませんよ。表情は変わりませんが、エンジンが入った時の腕の振りを見るとうちに秘める闘志を感じます。 ちゃめっケはあるけどチャラチャラしていないし、やると決めたらやるタイプ。ここぞという場面でのパワーは素晴らしいものがあります。その闘志とパワーを全開に大きな飛躍を遂げたのが今春だ。最速155キロの伸びのあるストレートに加え、切れ味鋭いフォークなどの変化球が冴え渡った。東都大学リーグで3勝0敗、防御率1.44でリーグ優勝に貢献すると、 全日本大学選手権決勝では明大打線を7安打10奪三振完封、18年ぶりの日本一にも貢献した。この投球を見た NPB 球団のスカウトからは、これくらい投げられたら、どこが相手でも打たれませんよ、と簡単の声が漏れた。さらにアメリカで行われた日米大学野球でも、長時間の飛行機移動やバス移動も苦にしない高騰を、MLB 予備軍、 ともいえる大学米国代表の強力打線相手に披露ノースカロライナ州で行われた第3戦の先発で5回3分の2を3安打1失点に抑えるとサウスカロライナ州で行われた第4戦第5戦では抑えとして最終回を任され出した走者は死球による1人のみ2試合とも三振も2つ奪うなど圧倒し最後は胴上げ投手として歓喜の輪の中心で両手を掲げた。 今年、国内外で飛躍を遂げた常弘だが、どちらかといえば遅咲きの選手だ。高校時代まで全国的には無名の存在で、中学時代は故障や成長の遅さもあり、大分リトルシニアで2、3番手の投手だった。大学に行きたかったので、という理由で進学校、大分舞鶴高を選んだ。高校3年の春に県4強入りを果たすも、夏は2回戦敗退。 校内での学業成績に加え、部員数も少なく、当時2部リーグだったので、自分でもやれるかなと思って、都市抵抗推薦で青山学院大に進学した。特に詳しく野球部の環境を調べたわけではなかったが、安藤寧則監督がチーム改革を進めていた時期ということもあり、周りに能力も意識も高い投手が多かったので無意識に学ぶことができましたし、 中野真広コーチの指導で自然と成長していきました、と同僚や指導者に恵まれ、着実に成長を遂げていく。大切にしたのは一歩ずつ進歩していくことだ。特別何かをしたわけではないのですが、目標を細かく決めていたので、自分の思った通りに成長してきたという感じです、と語る。成長の要因について、断定的な言い方やドラマティックに語ることは好まない。 様々な細かなことやあらゆる要素が重なり合って今がある、と思っているからだろう。自己評価も常に厳しい。今春、大学日本一に貢献する活躍をしたにもかかわらず、9月上旬の取材時には、ボールの質があまり成長していません。ストレートで空振りが取れておらず、フォーク頼みというかフォークを使わざるを得ないようになっています。と自身への不満の言葉を並べていた。 20日の決勝戦後もプロへの抱負を問われると、課題はまだたくさんあるので克服していきたいです。フォームが安定していませんし、ストレートとフォークしか使える球種がありません、と語っていた。こうしたストイックな姿勢は向上心ゆえだろう。人の結果には興味がなく、自分のことばかり考えるタイプ、と正直に話すように、余計なことにとらわれるタイプでもない。将来目指すのはやはり、 ストレートで空振りの取れる投手、だ。加えて、環境や調子に左右されない投手になりたいです。と、どんな時でも負けない強い投手像を思い描いている。細身だがパワーがあり、クールに見えるが熱い投手を秘めた常広相手の予想を裏切ることも楽しむような大胆不敵な投球で、松田スタジアムを大いに沸かす日は相当くないはずだ。中黒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 。 さらに関連記事、広島ドラフト1位、常広花里と投手の投球フォームが半端ない、川崎健次郎氏絶賛、しなやかで綺麗、春の全国大会 MVP、動画、では、常広花里と投手の投球がいかにすごいのか、動画で解説しています。